熊本大学の小林です。今日、今からですね、チュートリアルといいますか、デモンストレーションといいますか、JPost リポジトリへどうやってデータを登録するかっていうのを実際に、手を動かしながら説明していきたいと思います。で、先ほど、石山先生からもご紹介になりますがありました JPost のプロジェクトの概要なんですけども、臨床検体だったり、培養細胞だったり、さまざまな、種類のサンプルを、標準化した、再解析プロトコールによって、再解析を行って、で その、質の高いデータをより集めて集積し、情報として、いうようなデータベースを構築していこうということを行っていますが、このデータベースを構築する上で、実際のサンプルがどういう情報のもと、どういう、情報のもとに、取られたものかというものを、なるべくメタデータとしてつけてほしいということで、今回、どういった方法でサンプルの情報をつけていくかっていうのを、データを登録しながら、説明していきたいと考えております。で、実際にこれが、JPost の、ホームページなんですけども、ここに、リポジトリというところ、ところをクリックするとリポジトリに、飛んでいきます。ここに、概要などを説明してあるので、ぜひ一度この、ホームページに、入ってもらって、概要等を、ご覧になられたらと考えています。で、実際にですね、ホームページに入っていこうと。実際にホームページに入っていこうと思います。すると先ほどの画面が、現れるんですけども、リポジトリにデータを登録するときは、このリポジトリのボタンを押してもらうと、こういった画面が出てきます。すみません、ちょっとサインアウトしてます。サインアウトしてください。ですね。で、まず最初に、データを登録する際には、このサインインという、サインアップというところを、押していただいて、で、E メールアドレス、パスワード、名前、所属で ORCID を持っている人、方であれば、この ORCID を登録していただいて、サインアップという形でサインアップしてもらいます。そうすると、この登録した E メールアドレスにメールが返ってきて、それでそのメールアドレスに添付されているアドレスにをクリックすると、サインアップという形で登録がまず完了します。で、実際に、すみません、僕のアドレス。サインインします。そうすると、マイページというところが現れますが、まず、登録するには、サブミットというボタンを押してもらって、サブミッションの画面を出します。そうすると、サブミッションには2つのですね、大まかに2つの項目が大別されていまして、概要としまして、どういうふうな概要になっているかというと、先ほどユーザーがこういうふうなですね、すべての ID を取得した後に、まずユーザー側はサンプルとどういうフラクショネーションですね、タンパクの処理をしたかっていうのと、どういう酵素を使ったりとか、翻訳修飾を見たかというような情報と、どういう条件で質量分析を行ったかという4つのプリセットを設定していただきます。その後、その実験がどういうものなのかっていうのをプロジェクトごとに設定してもらって、そのプロジェクトの中にある、プロジェクトの中にファイルを登録してもらうんですけども、そのファイルが
どのような情報を持っているかというのをプリセットの中から紐付けてもらっていただいて、でそのファイルがどういう情報なのかというのをこちらが、この JPOST の中で判断していくという形になっています。で実際に、今回ですね、プロテオムデータの登録例をいくつか紹介したいと思うんですけども、まず、簡単な例としてサンプル情報とファイル数をここに重要なものだけ並べているんですけども、例えば肺扁平上皮管組織で膜核群を膜タンパク群を抽出してきて LC ショットガンますます解析を行って、まあ、レプリケート数をちょっと2と設定しますけども、そうなった場合、生データが2個、ピークリストですねが2つで結果ファイルが2個というようなファイルを、用意してもらって、さあ、JPOST のリポジトリに登録しようということをまずやります。で実際に、まずですね、そのデータ、サンプル情報だったり、測定情報を、登録する上で、まずプリセット、エクスペリメントプロセディアというところをクリックしていただきます。そうすると、まず、サンプルを登録する画面が現れます。そこに新しいサンプル情報を入れていきます。で、今回は、扁平上皮管で、こういうふうな、タイトルのところにですね、自分が分かりやすいようなタイトルを、まあ、任意で入れてもらいます。で、この、サンプルがどういう生物種なのかっていうものを、この、プルダウンで、選択してもらう。今回は人なので、人を選んでもらいます。もしここに、これ代表的な、生物種を、10個ほど挙げているんですけども、もしなければ、このルッキングフォーモアターンアイテムスっていうところを開いてもらうと、EBI のオントロジーに基づいたサーチができるようになります。で、後でこれを使うので、今回はちょっとこれ、閉じますが、生物種をまず選んで、次にティッシュですね。このティッシュ と、セルタイプと、ディジーズという3つの、サンプルのプロファイルをつけるところがあるんですけども、この3つに関してはかなりクロスするところがあって、ですね、今回の、サンプルにどれに適しているのかというのを、探してもらうような形になってて、さらに、もしなければ自分で、自分で入力してもらうという形になっています。で今回ですとティッシュで、プルダウンメニューを開くと、ティッシュでこういうふうにラインナップがあるんですけども、ラングというのがありますのでラングというのを設定してもらいます。でセルタイプなんですけども、セルタイプは、ここにですねこういうふうにラインナップあるんですけども、なかなか見つからないので、ここにちょっと入れていってみます。肺の上皮細胞でこういうふうに出てきます。で、
ディジーズもですね、肺扁平上皮がんなので、こういうふうに、こういう、ディジーズのタームがあれば、こういうふうに検索してもらって入れてもらう。さらに、これで書き足りないところがあれば、このノートのところに、メタデータを記述してもらうと、よりこちらはデータベースが作りやすいので、助かるなというところです。質問はここでしてもいいですか？あ、はい、逆にそんなにやらなく、ランキャンスっていうだけで言っちゃダメなんですか？それでも可能なんですけども、つまり後から何かこの、まあ、カムは合わせないといけないと思うんだけど、はい、後からまとめるときに非常に検索が困難になるからどうしてもなるべく詳しく入れてほしいとか何かはあるかなとちょっと思ったんですけど、そうですね、ラングキャンサーでまとめる部分と、そのラングキャンサーでもいろんな種類のラングキャンサーがある、肺がんがあると思うんで、そこで情報を統一するかというのは、そのレベルによって異なってきますね。例えばユーザー側がどこまで見たいかによると思うんですけども、そういった意味で、ランキャンサーで検索する方もいれば、その、肺扁平上皮がんで検索する場合も考慮して、まあ、そういったより細かいところで、メタデータを、登録してもらえば、ランキャンサーでも引っかかるし、肺扁平上皮がんでも引っかかってくれるというようなところで、詳しい、ユーザー側の欲しい情報というのが得られるんじゃないかなと考えています。例えばね、あ、いいですか、はい、いわゆるランキャンサーって入れたときに、例えばランスキャンセルカチノーマって入れても引っかかるってあれば、はい、ランセルも詳しく入れた方がいいと思うんですけれども、はい、だからそのランセルカルシノーマっていうのはランキャンサーに含まれるものだよっていうのが何か情報があって、はい、それで検索できるようなものなのか、そういったものを別のもともとが、そうですね、はい、そうですね、そういうふうな、システムにしていこうかと今考えているところです、はい、で実際に、入力が終わりましたので、まあ、ノートのところはまだ書いてないですけども、コンファームっていうのを押すと、サンプルプロファイルを、確認する画面に移って、サンミットっていうのと、一つですね、サンプル情報に関して登録が完了しました。で、次、次にフラクショネーションというところに進むと、アットニューフラクショネーションというタブに移って、ここでは、膜核群、膜タンパクを抽出したので、タイトルとして、メンブレンフラクションとバカを仮に打ちます。で、ここでは、細胞のどの部分を分割したのかというのと、タンパク質、例えば SDS ページで分割したりとか、アフィニティ生成を行ったりとかするときに、ここに自由記述として書いてもらう。で、ペプチドのレベルでは、カチオン交換だったり、まあ、そういったペプチドレベルでどういう分割をしたのかっていうのを、記述してもらうところになります。で、今回は、メンブレンフラクションなので、ここに、サブセルラーの、ところにプルダウンがありますので、メンブレンっていうのを選択してもらいます。で、レプリケートは、今回は1です。2か。2っていうのを押します。それで、その他の処理はしてませんので、ひとまずこれで、コンファー。で、もし実験等で詳しいことを、記述 してもらう場合は、このノートのところにまた書いてもらうという形になります。また質問いいですか？はい。そこにホールっていうのが書いてあったと思うんですが、はい。これは単なる先ほどのタイトルのところは単なる名前を入れとけっていう意味合いですかね。ここですかね。してないような感じもあるみたいな。
ここはですね、最終的にこの、ファイルはこういうフラクショネーションの処理をして、出来上がったものだというものを提示する時の、要はユーザー側がその分かりやすいようにどういう実験を行ったかというのを自由記述で書いてもらうところになっていて、でその、その中身がサブセルラーだったりプロテインだったりペプチドレベルの分核というのを細かく書いてもらうという形になっています。リスコムなんですね。はい。あ、最終的にこのファイルを登録するときにこういうのをプリセットをつけていくんですけども、そこで分かりやすいようにするための記述です。で、さあフラクショネーションというのとメンブレンフラクションというのができました。で、じゃあ次エンザイムとモディフィケーションに入るんですけども、ここではですね、ですね、実際に LC-MS/MS を取って、解析をする上でマスコットだったり、検索エンジンで、解析を進めていくと思うんですけども、そこでの、どういう設定で解析を行ったかというのを書いていってもらいます。だいたい代表的なもので還元アルキール化を DTTI、ヨールアセトアミドで行って、トリプシンを使って消化してしたという条件を今ちょっと書いてみます。タイトルをこういうふうにして、エンザイムは、こういうふうにラインナップがあるのでトリプシンで、フィクストにカルマミドメチレーションですね。で、バリアブルに、よく入れるメチレーションの酸化だ、これですね、これを入れてもらって、で最後にタクソノミーを、検索に使った生物種をまた入れてもらうと。だからここで、質量分析で同定する時の設定を入れてもらいます。で、はい。で、最後にマスですね。マスどういう、条件で解析したかっていうのを入れています。ここら辺は、ですね、どういう機械を使ったかと、ここにラインナップがありますので、どういう機械を使ったか、仮にキューザクティとしてみましょうか。で、ヒストミュートモードは、データディペンデントの範囲、高分解ので取ったと。で、目的としては、クオリフィケーションと、絶対定量、比較定量。今回は同定を行って、こういうふうにしてケースバイケースで作っていきます。で、モディフィケーションプラットフォームに関しては定量を行ってないので、何も選ばなくて大丈夫かと思います。で、ここにプレックスとラベルというのがあるんですけども、これは後で説明したいと思います。で、コンファームというのを押すと、タイトルがないですね。すみません。で、確認をして、設定すると。これで、4種類のプリセットの設定が完了しました。次に、3ビットボタンを押してもらって、今度は、ファイルの、設定、プロジェクトの設定に移ります。で、Add New Project っていうのを押してもらって、今回は、
とですね、すみません、ちょっと、こういったタイトルつけましたけども、あのタイトルつけてもらって、キーワード。ですね。まあ、こういうふうに、キーワードを設定してもらって、ここのディスクリプションに関しては50文字以上のことを書いていただきます。で、まあ、ここには、こういうふうに簡単な記述でもいいですし、もしよければ、論文投稿する際のサマリーなんかを書いていただくと分かりやすいかなと。で、次にアナウンスメントですね、いつ公開するかっていうのを設定するんですけども、まず、まあ、今のところは Now か Unfixed かっていうのの2択になってまして、Unfixed っていうのを設定すると、まず、仮に1年後という形で、公開日を設定する。だから、ひとまず公開せずに1年後に公開するような設定になります。で、PI の、そうですね、このデ、PI を、このデータの責任者ですね、を書いて、誰にしましょう。先生でいいですか。まあ、こんな感じで書いていただいて、まあ、こういうふうに熊本で、所属と、PI を書いて、でここで書ききれないことに関してはまたノートに、書いてもらうということをして、でコンファームをします。そうすると、プロジェクトファイル、プロファイルができます。でそのプロジェクトファイルがセレクトされた状態がこういうふうになってまして、それここでセレクトされた状態で今度ファイルを選択していきます。で、この画面に、先ほどのプリセットので、作成した、プロファイルが、サンプル、フラクショネーション、エンザイムモディフィケーション、マスモードと4つできてて、で、先ほど作ったのがこの S の、272っていう、プロファイルになりますので、自分が作ったプロファイルをまずセッティングしていきます。で、フラクショネーションに関しても、同様にこのように、移ってもらって、F の70っていうのを、設定します。で、そうすると、先ほどレプリケートを2と設定したので、このレプリケートは、2つファイルなんですけど、1番目のレプリケートなのか、2番目のレプリケートなのかっていうのを設定するところがありますので、まず1という。押してもらうと、ここにレプリケートの2つのうちの1つ目という表示にされて、その表示がされます。さらに、エンザイムですね。で、先ほど設定した74という。で、マスモードですね。このキーエグザクティブで同定したというものを、入れていきます。その後、ここにですね、データを、ドロップして、することになります。で、今回すみません。仮のデータを、ローファイルですね。このテキストなんですけども、仮のデータを入れると、先にこっちにしとく。ここに、先ほど現れてなかったんです。
申し訳ない、順番があれになって申し訳ないですけど、現れてなかったテキスト、ローデータが2つ、このように、もうすでにですね、このように、SFEM という形で、プリセットがついた状態で、ここで入ることになります。で、2番目のローファイルは、レプリケートが2番目なので、すいません。ここで、フラクショネーションをもう一回選んでもらって、これを選択して、2と、ダウンですね。そうすると、ここは2分の2という形になりますので、で、ここに、これで、この状態で、このファイル、2番目にし、2番目だと区別したいものに関して、セレクトして、さらに、これを変更するには、アプライプロファイルにものを押すと、ここが、これは、レプリケートの1と2ですよ、という形で、表示されます。で、続いて、この登録画面では、ここに、ローデータとピークリストとリザルトファイルでアザーファイルっていうのを、4種類登録できるんですけども、ピークリストっていうのを、登録しますと、この MZML と MGF とアザーとなってまして、この、MZML と MGF は、先ほど言った PX の、基準に、PX ですね、HUPO PSI の形式に準拠したものになります。でそれ以外のものは、Other ということで、まあ、そういった、種類のものを登録するときは、こちらを選んでいただくことになります。で、ピークリストに関しても、こういうふうに、リストした状態で、このようにですね。先ほど、登録した2つのデータはピークリストだという、で、アザーファイルだという認識で登録されます。で、最後に、最後にですね、サーチリザルトファイルというものを登録してもらうんですけども、まあ、適当にですね、ちょっとマスコットのファイルではないんですが、ここにですね、どういうソフトウェアを使って、同定したかというのを、タンパク質と同定したかというファイルを登録してもらうんですけども、まあ、マスコットで、でマスコットというのが表示されますので、で、アザーとした状態で、リザルトファイルの方を、はい、ドロップすると、この2つはマスコットで、出した、リザルトファイルですよという形にで、リストとして上がります。で、もしですね、何かすいません、それ、その時はリファレンスで1つと2つのデータがあるじゃないですか。あ、はい、それは対応性が勝手にされるですね、対応付けに関しては、ちょっと、ですね、対応付けに関しては、この実験ではできないんですけども、実際に、コンプリートにサブミッションという形式で、コンプリートサブミッションという形式で登録する場合は最後に、最後の話になるんですけども、最後に対応付けという形で、このファイルがこのピークリストを持ってて、リザルトファイルを持ってるという対応付けというのはできることになるんですけども、コンプリートサブミッションという形式ではなくて、パーシャルという形式だと、そういう対応付けは必要がないので、今回はしてないです。そういう、後で、まあ、説明しますけども、そういうか、いった形になります。で、ここで、プロファイルと、
ファイルをですね、すべて入れたんですけども、さらに、例えば、その他のですね、こういうファイル以外のものを登録したいときは、other というものを、クリックして、ここにファイルをドロップしてもらうという形になります。はい。で、登録し終わったら、こういう確認の画面に入って、アップロードの準備ができましたということで、ファイルをアップロードしていく。そうすると、ちょっと軽いのですぐ終わるんですけども、まあ、こういうふうにもう、サブミッション、登録が終わりましたという画面にするので、表示されましたので、次に、こう。そうすると、ですね、先ほど、説明したんですけども、すべての、ファイルが登録終わって、これが、パーシャルサブミッションなのか、コンプリートサブミッションなのかっていうのを最終的に決めることができます。で、その区別なんですけども、ですね、先ほど画面の中で、こういうこの赤い印がついてたと思うんですけども、これ ここは最低記述してほしいと、コンプリートサブミッションじゃなくてパーシャルサブミッションですねの条件として、先ほどのプロジェクトの必須項目、タイトル、キーワード、ディスクリプション、PI、所属が全て入力されている。で、ローファイルかリザルト、ローファイルとリザルトファイルがそれぞれ1つ以上ある。あと、スピーシーズ、モディフィケーション、フィックス、またはバリア。ここは、エンザイムとモディフィケーションを設定するところで、載っていたと思うんですけども、そこで、こういうのが必ず1つ以上関連付けられている。で、インストゥルメントが設定されて、ここで初めて、パーシャルサブミッションと呼ばれる形式で、登録が可能となります。さらに、この、PXC では、パーシャルとコンプリートサブミッションという2つのサブミッション形式がありまして、コンプリートサブミッションというのはまたさらに 厳密に、ファイル指定が、ありまして、で、パーシャルとしてサミットするこの条件プラス、一つのグループにはローファイル、リザルトファイル、ピークファイルがそれぞれ一つファイル以上あると。あと、ピークファイルは、MGF、MZML、リザルトファイルは MZID あるいは MZ タブでなければならない。これは、まあ、PSI の形式に準拠しているんですけども、そういった状況じゃないと、コンプリートサミッションはできません。まあ、だから、ユーザー側はパーシャルかコンプリートサブミッションはかは、そのファイルの形式によって、異なってくるんですけども、まあ、こういう条件をクリアしていれば、コンプリートサブミッションを、ですね、フォンファームの画面で、パーシャルなのか、コンプリートサブミッションなのかっていうのを選ぶんですけども、ここのコンプリートサブミッションを行う場合は、すいません、ピークリストとサーチ、リザルトっていうのが、先ほどの、形式に準拠してないので、ここ現れないんですけども、まあそういう、もしそういうので作っていれば、このローファイルと、ピークリスト、リザルト、サーチリザルトっていうのを紐付けて、ここをして、ですね、グルーピングしてから行うと。ということで、まあ、今回ちょっと申しませんけども、これで、データの、登録が完了という形になります。で、いろんな、データ形式を、説明しようと思ったんですけど、ちょっと時間の どうでしょうかね。どうしましょうかね。まあ、あとはヘルプを呼んでもらって、こういう場合はどうなのかっていうのと、まあそういった、まあ、
で、この、J プロスが行われている、期間は、そこにブースがありますので、この場合はどうなんだろうっていうのを、まあ、ファイルがなくても相談に来ていただければなと考えています。で、最後ですけども、登録を完了した後ですね、何ができるのかっていうのを何ですか、先ほど、アナウンスメントデートの話をしましたけども、アナウンスメントデートを、変更することができます。あと、論文にアクセプトされたりとか された状況だと、パブメメント ID の設定というのができます。また、あと論文投稿中 で、まあ、リビューアーに対応する場合に、まあ、データの提示だったり、リバイスですね、そのデータを変更するとか、まあ、そういったことが可能となっています。実際どこでやるかと言いますと、ですね、マイページというところに行っていただくと、今までその登録したものですね、今これが、プロジェクトの中のエディティングという状態で今、まあサブミットしてないので、まあ、エディティングしている状態でこういうふうにリスト化されます。で、サブミットされたものに関してはこの下に、どういう、サブミッション形式でやったのかっていうと、デート、パブメド、リバイスっていう、ボタンが現れます。デートだとここにパブメド ID を登録したり、ここにアナウンスメントデートを変更したりする、でアップデートして変更するということが可能になる。また、どうしても論文投稿の間に何か、データを変えなきゃいけないということが起きた場合は、このリバイスっていうものを押してもらって、まあ、アナウンスメントデートを変更して、リバイスっていうのを押すと変更可能と一応なっています。で、さらに、レビューアーにそのデータを提示する際は、このリクエスト、プレビューコードっていうのを押してもらうと、URL とアクセスキーというものが表示されますので、この、URL とアクセスキーを提示すれば、この、ですね、オープンになってなくてもデータを閲覧することが可能になります。で、実際ちょっと開けてみますかね。そうすると、あ、すみません、先ほどのところが何でしたっけ、アクセスキーが6124なので、ここに6124と押すと、こういうふうにですね、ファイルが、ダウンロードできるような状態になっていると、まあ、こういうシステムで、レビューアーと対応していくという形になっています。で、先ほど言いましたように、まあ、これで以上なんですけども、J プロスの開催中、そのどういった、ファイルでどうやって登録したらいいかというものを、ブースのところで相談いただければ、対応したいと思いますので、ぜひ、お伺いで、ブースに足を運んでいただけたらなと思います。以上です。